ウィンクスイタリア発見。バラディエール聖堂。何が聞こえたかもう一度教えて。岩を削って作られた洞窟の中の聖堂がイタリア中部にある。調べてみて。山の中に作られた白大理石のバラディエール聖堂。作ったのは建築家ジュゼッペ・バラディエール。5つ目の宝石はきっとそこのどこかね。ブルームの言う通り、私と行く人は私。下に広がるのはフラサッシ、ゴーラデラロッサ州立自然公園。谷の下にはさらに素敵な世界が広がってるのよ。洞窟の迷宮。ほんと素晴らしい景色ね。あれが教会じゃない？近くで見てみましょう。わあ、生で見るともっと素敵ね。200年以上前に建てられたなんて嘘みたい。昔の人たちはここに隠れて侵入者から逃げてたんだって。誰か？妖精は美しいわね。風の強い日はエコーが天使の歌声のように聞こえるんだって。忘れてない？宝石を見つけないと。あっちに行ってみましょう。ここは聖マリアの聖域とされる場所。ベネディクト派の修道院として使われていたのよ。ブルーム見て、聖マリアが赤ん坊を抱いたそうよ。宝石じゃないけど息を呑むほど美しい。フローラ、ブルーム、こっちへ来て。何かを見つけたの？楽譜なんだけど、ちょっと変なの。どういうこと？変って？音符が足りないのよ。それじゃあ足してみたら。ドドドレファシド。あと間違えたのね。最初の部分が消えちゃった。もう一度。ドドドレファシシシミレファ。ダメね。あとチャンスは1回しかない。落ち着いてミュサ。音楽のことだけを考えるのよ。ドドドレファシシシミレドシミファ。ちょっと待って、もしかして。そうよ、やっぱり。これはジョアキーノ・ロッシーニのオペラ、セビリアの理髪師よ。うん、そうよ。ロッシーニの故郷はこの近く、ペーザロの町よ。ドドレファシシシミレドシミレドシミファソソド。お見事ミュサ、やったわね。任務完了。戻ってみんなにこの冒険を伝えないと。あ、いつかまた来てもいい？もちろん。この近くにピアノと音楽の博物館もあるから、私も絶対に行きたい。最後のチャンスでロッシーニのオペラだって気づいたの。ペーザロ出身の有名な作曲家。フィガロフィガロフィガロ。ミュサは本当音楽が得意ね。ありがとう。
でも得意なだけじゃ足りないんだって今日学んだの。心を込めることが一番大事。謎の真相解明にどんどん近づいてきてるわね。何が起きてるの？テクナ大丈夫？声が聞こえる。話しかけてきてる。次はどこに行けばいいって？私が特に大好きな場所。